ボーイがね、なんかすごくなんかリーゼントっぽくなってるね。この辺はね、リーゼントっぽいよね。ガールボーイ、まあボーイでしょ、ここは男の子ですから、おじさんは肌の色、浅黒い感じだからね、おじさんは浅黒いおじさんは浅黒いから、目の色を選ぼう。まあ黒じゃない。ヘアスタイル、今風のこの髪型にしてみたいと思います。で、ボトムズどう違うんだ。あ、なるほど、ちょっとディテールがね、違うよね。これこっちの方がスポーティーというか。じゃあこのディテール、新しいやつでいこうか。うん、この設定で OK か、後からオプションで変更できますよ。 OK、 君も生かしたやつになりたいか、だったらバトルで活躍だ。はっきり言ってまだ君はダサい。まずは生かしたアクションを読めない。はいはいはい、 L で移動だ。移動は知ってるよ。ああ、はい、これジャンプどうすんだ。ジャンプこれか。ジャンプのボタンがね、今まで X だったのが B になってる。まあいいや、いけ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 。うん、難しいな。はいはい、うん、はい、おい、あれ、いけないじゃんこれ。あ、こっちから行くのか。おい、あのね、逆逆だね。ワンはね、僕多分なんかそういう設定にして、リバース的ななんか向きにしておいてやってたのに、今多分これ正常なコントローラーコンフィグになってるので、ちょっと今右左をねすごく混乱した。まあ、Wii U のゲームパッドって、あのやっぱりスプラトゥーンにはね、やっぱりこの手元の画面でマップ表示できるっていうのは良かったのかもしれないな。おっさんのね、ファミコンの時代はね、説明書やらをね、こうゲーム始める前にガチで読み込んで、操作やらストーリーやらをちゃんと理解した上で、それで初めてファミコンの電源を入れると、もうね、あの正座してたもん、初見プレイの時に。それくらいね、初めてのゲームをやる時は気合を入れてたわけです。で、このスプラトゥーンのチュートリアルですけど、まあチュートリアルをプレイしながらね、こう操作方法を学べちゃうっていうね、なんつかな、そこで操作を覚えられるだけじゃなくって、なんかそこでさ、ユーザーのプレイヤーのこう心をグッと掴む何かがあるじゃない。お、楽しいじゃんこれってプレイヤーにこう思わせる仕掛けというか、そういったものがね、チュートリアルの中に入ってる場合があるのよ。そこで今日はオンボーディングをご紹介します。オンボーディングとは、新しい従業員を会社に適応させる一連のプロセスのこと。新人研修とかオリエンテーションとかあるじゃない、ああいうのがね、こうオンボーディングに当たります。以前に従業員が会社を辞めることについての動画をアップしました。新しく配属された部署に馴染めず辞めていった従業員のことを、日本の企業は新しい環境に適応できなかった従業員のせいであるというふうにね、見なすことが多いことに対して、欧米の企業は馴染みにくい部署のせいだというふうにね、捉える傾向があるという動画でしたよね。従業員がね、力を発揮できないまま会社を去る結果になってしまうというのは、オンボーディングをきちんと行っていなかった会社のせいであるという考え方です。スプラトゥーン2のチュートリアルは、こう基本操作をね、学べるだけじゃなくって、インクを塗りまくる楽しさっていうのを伝えてますよね。チュートリアルを終えると、すぐにでも縄張りバトルで猛者たちと戦うことができるようになるという、一人前のイカちゃんになってるというわけだから、これってある意味理想的なオンボーディングなわけです。
スマホのゲームの方がオンボーディング一生懸命になってると思うんです。だってどんどん新しいゲームがね世に出てきてるわけでしょ。しかも無料でユーザーを食いつかせて夢中になってもらわないとユーザーはねどんどん他のゲームに行っちゃうわけですよ。だからいち早く夢中にさせてジャブジャブ課金してもらわないといけないわけだ。まあ、結果としてチュートリアルでゲームのシステムを理解してもらうだけでなく、そこでいかにこのゲーム面白そうじゃんと思わせるっていうことにスマホゲームはね一生懸命なってるわけですよ。まあ実社会ではねなかなかそう簡単にいかないかもしれないですが、それでもお給料払ってるわけだから会社側はなるだけ早いうちに従業員にね最大の力最大限の力を発揮してもらいたいわけで、そのためにねオンボーディングっていうのはとっても重要なわけです。ゲームのチュートリアルの場合、良いオンボーディングの例っていうのは基本操作がそこで学べてしまうということと面白いと思ってもらうこと、まあ、実社会ならば良いオンボーディングっていうのはもちろん作業の流れを理解できることに加えて、その価値をねその作業の価値を分かってもらえること、その作業というか価値の意味を理解できて、ああこの作業にはそういったメリットがあるんだと、そういう風に理解してもらえる新人研修っていうのは理想的だと思うんです。一般的にオンボーディングはハードルを下げてとっつきやすくさせてくれるものだという風に言われています。馴染みにくい部署ならば、やりにくい作業ならば、オンボーディングを駆使して離脱者を出さないのができるやつだ。ぜひご活用ください。ということで今日のおさらいです。オンボーディングとは新しいものやサービスに人を順応させるための取り組みのこと。研修とかね、オリエンテーションとかね、ゲームだったらチュートリアルとかね、良いオンボーディングによって物事の敷居を下げることができます。今日はゲームと会社の部署の話をしましたが、例えば何か新しいソフトが導入されたとか、それがどんなに優れたソフトだったとしても使ってもらわなきゃね意味がないわけです。便利な機能が満載だからこれはいいソフトだとはならないわけ。ぜひともオンボーディングで皆に受け入れてもらうような機会を作ってみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。